朝目が覚めると背中の痛みで体を起こす。夜は背中の痛みで眠れない、寝つけない。日中は背中が痛くて背中が丸くなってしまう。このようなことあなたは放置してませんか？お悩みですね。放置していくと、いわゆる自律神経、皆さんがお悩みになっていること、そして感じていることで、まあ多くの声をいただいてます。まあ、今回はですね、そういった、まあ、自律神経系の症状を放置していくとどうなるのかっていうところと、まあそれをどうやって改善していけばいいかっていう、まあセルフケアの方法ですね、伝えていきたいなと思います。で、今回ですね、ある方の出してるお客さんなんですけど、まあ、その方のお悩みから動画を作ってます。まあ、なぜかというと、やっぱり少しでもですね、そういった苦しんでる人が いる、まあ非常に難しい病気なんですけども、で、私、まあ、もともと、まあ、プロのサッカーチームでトレーナーやってたりとか、まあ、治療家としてやってきた人間なんですけど、まあ、なんていうんですかね、プロでもやっぱり苦しんで、まあ、今をこう乗り越えて、ね、毎日毎日、そのために今この一瞬1秒1分1分1秒をどうやって過ごすかっていうのに常にやっぱりこうアンテナを張って、やっぱり体をケアしているっていうところの、まあお悩みだったりとか、まあ単純にですね、その慢性的な肩こり腰痛だけを見ていたら、まあこんな思いにはならなかったと思うんですけど、今生きることをまあ全力でサポートする、それがですね、まあ無条件な僕は、まあこう笑っていられる状況、環境につながるんじゃないかなっていう、まあ世の中にしたいっていう思いがあってですね、まあこの動画を撮っています。まあそれを気づかされたのも、やっぱりね、多くの苦しんでるお客さんだったりクライアントさんと、まあ、接することで、まあやっぱりね、なんでこうなってしまったんだろうっていうふうに考えて、皆さんね、当然いろんな病院行かれたりとかして、まあ僕のところに来る方っていうのは、まあ結構もういろいろ回って、まあ、どうしようもないんですっていう相談をすごい受けるので、そこでですね、まあ共通点としてやっぱり本当に、まあご自身のその痛みとかでこう悩んで、でそれで頭がいっぱいになって、どうしようどうしようってなってる中で、まあ今もうそのどうしようって考えてもしょうがないから、今この状況で何ができるかっていうのを本当に、ご自身の体と向き合ってる方っていうのが、その向き合い方って難しいんですけどね。まあそこを僕は医者になってサポートしていくことで、まあ今この瞬間に何ができるかっていうところで、まあ今日はですね、そのさっき言った、自律神経系ですね。まあ一番難しいですよね。自律神経って病院でも実は検査ができない。まあ数値として出てますよ。心拍数だったりとか、呼吸数だったりとか、血圧だったりとか、まあそういうのを見て、自律神経が、乱れてますって、乱れてますっていうね、ふうには、すごく抽象的で、わかるね、あ、自分乱れてんだっていうふうに、やっぱり思いがちになっちゃうんですけど、乱れてるっていうのは、まあ、そのデータ客観的に見てあるとしても、じゃどうしたらいいのかっていうのがすごい大事で、まあ、今日はですね、その辺を、伝えていきます。で、今回ですね、やることっていうのは、多くの、その、一般的にやってるものとはちょっと違う形になります。なぜかというと、僕が経験してきて、まあ、いわゆるいろんなツボだったりとか、まあ、体のケアだったりとか、トレーニングだったりとかしていく中で、まあ、共通的にここをこう戻しておけば良くなりますよねっていう体の、まあ、循環。まあ、一番、やっぱ直していかないといけないのは、ね、血液を回すことだと思ってるんですね。いくら、いい体の性能でも、エネルギー、ガソリンが回らない限り、動かないわけですよね。動かなかったら、人間って使い物にならないですよね。いくら頭で思い入れても、体を動かして、そして口で発して、動く、食べるとかですね、全部動きなので、もともとは動くことが原点になっているので、まあ、その動くってことってことは、今をここ生きるってこととか、まあ一緒ですよね。同意になるので、まあそれをですね、どれだけ質を上げていけるかっていうところで、考えて日々、まあ僕なりにですね、経験をもとに、そして皆さんと一緒にこう作ってきたものを今日はご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただいて、まあ、自分でちょっとやってみてですね、こういうふうにやったんだけど全然結果出ないとか、コメント欄がすごく僕の、まあ今後の動画の、まあ、励みにもなりますし、それで、まあ、ブラッシュアップできたら
よりですね、多くの方が救えると思ってますので、ぜひそちらもチャンネル登録も含めてよろしくお願いします。では、今回ですね、その早速、まあ、その方からいただいた、まあ、お悩みの一つとして、どうやってその痛みに対して少しでも緩和するようなケアをしていったらいいかっていう。で、そこで言うと、まあ、結構ね、マッサージの方法だったりとか、どこをこもな方がいいですよとかっていうのはあるんですが、そもそも、やっぱりその、体って、動かすときって、動く場所と支える場所があるので、その支える場所の意識、まあ、いわゆる、ちょっと専門用語で言うと、中心意識って言うんですけど、中心が定まってないものっていうのは、すごく乱れが激しくなりますよね。どこに合わせていいかわからないので。なので、その中心の意識を作る、そして中心の意識を自分の体にインプットさせるっていうのがまず大事になってきます。で、そこで、今日お伝えしたいのは、まあ、いわゆるお決まりっていうものを使って、いわゆるパイドネックスとかですね、お決まりって検索していただければ出てくるんですけど、まあ自分でこう、貼って、まあなんていうんですかね、ヒップエレキ板みたいなやつですね。まあそれを使ってちょっとこうやっていきます。で、今日は使い方というよりは、どこにやったらいいですよっていうセルフケア、特にさっき言った自律神経系ですね、なんかこう、体が、なんかホテルなとかですね、疲れが取れないとか、常になんか疲れたっていう言葉を発してるなとかっていう方はですね、ぜひこれ、自分の、まあ、セルフケアとして実践してみていただいて、どんな感じかっていうのを見ていただければと思います。で、ポイントはですね、もうこのポイントだけで今日は、おしまいになるんですけど、今日このポイントがめちゃくちゃ大事なんで、これをまず意識していただくっていうところと、これを日々のチェックとして、でそこに対してアプローチしていくっていう。で、アプローチはそのね、さっき言ったお決まりを貼るだけです。はい。で、何をやるかというと、まあ、中心って言ってるので、体の中心、特に、背中とかですね、体の、頭痛がするとか、上半身に、症状が出てる方は、手と、まあ、胸、背中、周りですね。まあ、下半身の場合は下半身なんですけど、今日はちょっと上半身ってことで、その上の形、痛みを、こう、取る、少しでも緩和するっていうところの、方法をお伝えしたいと思います。で、すごくもう簡単です。で、この自分の手の親指と小指側のこの横の縁からちょうど真ん中にこの腱があるんですよね。2つ2本。で、その真ん中あたり。まあ細かくやりたい人はメジャーでここ手首の測っていただいて真ん中。この真ん中のルート。で、この時に手をこう開いてるんですよね。手のひらを上にして寝てるような状態の、この真ん中の位置をこう辿っていく。と、このラインで、例えば僕だとこの辺で止まってしまう。この真ん中で止まるラインとか、こう触ってって、あれ、触るポイント中指がいいですね。中指が一番敏感なので、人間の手の感覚にとって。で、こう触ってって、触ってって、なんかこう、ずってずれたりとか、ちょっとなんかこう、他のところに硬いなっていう部分を、に貼ってあげる。後ろも一緒ですね。この状態で、あ、なんかこの辺止まるなとか。で、これ押す強さは、本当にちょっと触って、軽く圧を、へこむかへこまないかぐらい。もうちょっとでいいです。はい。体が痛くてもこれぐらいは、これぐらいの、こう、強さであれば多分痛みは出ないと思うので、とにかく自分の体の今どこが悪いのかっていうところを触って感じてあげる、はい、っていうところと、あとはこうお腹ですね、おへその中心、そしてこの恥骨といって一番この鼠径部の骨ですね。で、ここから上がってって胸と胸、この乳幼時っていうんですけど、まあ乳首と乳首の間ぐらい、真ん中ですね。で、ここの鎖骨の真ん中、そして顎の先端と鼻、ここの中心に対してこう触っていって同じです。特に、まあ、消化が悪いとか、さっき言ったように疲れやすいとか、痛みが強いっていう方は、このおへその周り、上、まあ、おへその指2本分から3本分横の部分っていうところを、お決まり。まあ、お決まりするんで、という、いきなりやれるんではなくて、ちょっと触ってみて、反発、こう、触ったものに対して、ぐっと押し、こう、跳ね返ってくるような強い力とか、痛みとかある場合は、ちょっとこう、そこに対してお決まりをして、で、上までこう、触ってってあげて、まあ、自分で触らない方は、パートナーの方だったりとか、家族だったりとか、
にこう触っていただいて、それがもう同様です。首のあたりからこう下がっていって、触って触って触っていって、でなんかこうスーッと流れなかったりとか、なんかちょっと痛みがあるところに貼ってあげる。そうすると、まあ、そこに対してこう感覚が入るので、体が中心に寄り添おうとするんですよね。中心に寄り添おうとすると、あの 痛い時もそうなんですけど、痛ってなった時って体の中心に身を寄せるので、その感覚を作ってあげることによって、この背骨脳から神経が出る、この背骨の機能が高まって、そうするとですね、痛みを受容する、まあ慢性と、まあ、急性とかってちょっと痛みは違うんですけど、痛みを感じる脳のところに、脳に上がるそのセンサーみたいなのもよりも、その中心を意識することの方が大事なんだよっていうふうに、まあそうやって置き針とかを使ってちょっと刺激を入れる。で、まあ置き針はまあ人にもよるんです。皮膚が弱い方は、まあ1日経ったら外す。まあ気にならない方は2、3日つけるっていうのも問題ないので、あの、まあ剥がすときはお風呂の中とかで剥がしてあげるといいかなと思いますので、ぜひですね、あの、特にあの、ツボ、このツボがいいとかっていうのを、ツボを調べてる方とかですね、それでも効果なかったよっていう人はですね、自分でまず、ご家族パートナーに触ってもらって、そこに置き針をしてあげるっていう、この中心、体の中心、前後の中心に、触りながら、自分のなりでいいので、まずはここかなぐらいの感覚で、触って、やってあげるだけでも、中心の感覚を作ってあげるっていうのがすごく大事なので、それによって痛みの、まあ、感じる度合いっていうのが、まあ、少し、変わってくると思うので、まずこれちょっと試していただいて、これを試すことによって次のバージョンになったりとか、今後、どうやっていくかっていうのをまたご相談を受けて改善させていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。